期初期メンバーだ。初期メンバー。初期メンバー。セリフ、セリフ欲しいらしいですよ。お疲れ様。お母さんぶつけられちゃいました俺。え？マジか。マジマジです。今日はスペシャルゲストをしてきました。ガレージ SE したんじゃないですか。あれまた来たんだ。久しぶりじゃないですか、広田さん。久しぶりじゃないですか。超久しぶり。カールさんなら前のやつを使ったんですか。そうですね、色が珍しいですよね。セーブルマイカー。ね。あ、オプションなんですか。はい。これは見たことない俺、実写では。こんなよく見つかったな。さっきぶつけられちゃいましたもんね、俺ね。マジ？マジ？警察の髪が挟まってますけど。当て逃げじゃなかっただけいいんですけどね。マジか。あらー。これと同じパティ。でも犯人いたから。まだいいっすよね、うん。当て逃げパターンも多いから。俺当て逃げするの。そうっすよね。逃げ前のバンパーを。もうどうにもなんないですもんね。逃げられちゃったら。うん、で捕まえてくんねえし。うん。対象がないんですよ。そうなんですよね。なんかドラルコ俺も買ったんすよ。ああ。気をつけたんすよ。いくらぐらいですか。いやでもピンキリっす。一番安いやつで6000。あ、そうなんですか。1万ぐらいのやつでミラー型のやつつけたんすよ。つけるかな。怖いっすね。ワウに入ってくるに前先はちょっとあれでしょ、ね、危ないっす。だから来週そうそう、まあ修理してって感じですかね。もう一度セルシオがノーションになるんで、そっちをはい、そっちを乗ろうかなと思って。まだですよ。まあ車庫証明が出るとこなんで、これから。でも安いんですよ。乗り出し35なんで。聞かせてってくださいよ。もうお母さんもセリシュ買うっつうんですよ。セリシオどうしたんですか、広川さん。あるんですか。まあでも売ってもね、そこまで期待できないですからね、リセール自体は。誰か乗る人いないんですか。ああ、その方がいいかもしれないですね。もったいないですよね。いや、欲しい。ありますよ、オプションで。オプションで。中もすげえ変わってるっすね。やばいっすよ、もう。何のボタン、ボタンも
あるし、あれこのカーテシーも、カーテシーで。カーテシー。あとアームレスと、このシップフリップと、上の部全部入れて、で、なっちゃってるパッケージもう加納さんも自身がもう F パッケージ化されてますから最上級のあとあれウッド30電機のプレミアムのウッド色したんですよ。お珍しいでしょこの色、これ電機のプレミアムしかないあのあっちもねプレミアムってねやったな。これがなかなかオークションなくてよく見つけたよ、ね、見つけてね、本当に5年ぐらい待ってますか。そこまで待たないですね。3、4ヶ月ぐらいずっと見てて、あ見てたの。でやっとやっと出てきたなと思って、うん、いいっすよね。もともとのウッドと合ってるからね、よかったですね。こってあれシフトって何でしょうか。あれがあのシルクブレーズのやつですね、 LS タイプの。あれはまだずっととりあえず、まあ、ちょっと気分が乗れば変えようかなと思ってたんですけど、いや、まあ、とりあえず今、オープンまでやって、とりあえず、マンションの裏バスで、まあ、焦んなくてもね、もう、死ぬまで乗るって言うんだよ。もう墓場も好きでしょ。この中でこうやってこのまま埋めてもらいましょう。海邪魔。海なんですか。海でした。海はちょっと浮いてきちゃいますね。もう誰か来た。全然これと一緒に埋めてもらっても全然もう。マーベックスは岩井さんの話。分かんないです。分かんないです。誰が来るか分かってないんで。サプライズなんですか。もうそうです。